9月23日に開業する西九州新幹線の新しい車両かもめが現在長崎県に向けて海上輸送されていて、7月29日は唐津東港に寄港しました。かもめは武雄温泉駅と長崎駅を結ぶ新幹線で、寄港に合わせ物産展やウェルカムイベントが行われ、カモメを一目見ようと集まった多くの人でにぎわいました。ウェルカムイベントでは1日限りのカモメ楽団が結成され、唐津西高校、唐津商業高校、唐津工業高校の吹奏楽部の演奏に合わせ、来場者が一体となり歌や踊りでカモメの門出を祝いました。から来ました。かっこよく思いました。カモメです。かっこよかったです。唐津東港を出港したカモメは、長崎港に到着後、車輪などの整備が行われ、8月7日には武雄温泉駅や嬉野温泉駅からの特別運転を予定しているということです。CG で再現された肥前名古屋城を体感しながら謎解きクイズを楽しむイベントが7月30日から鎮西町名古屋の名古屋城跡で始まりました。イベント初日は市内をはじめ東京都や大阪府などから23人が参加し、お城インスタグラマーの香里さんの案内で名古屋城跡に設けられた謎解きクイズに挑戦しました。このイベントは国の特別史跡に指定されている名古屋城跡並びに陣跡を活用することで、交流人口や関係人口の創出につなげようと市が開催したものです。参加者は専用の VR 体験アプリをダウンロードし、名古屋城跡の全6カ所に置かれている専用ボードなどを読み込むことで問題を解くことができます。問題を解くのが楽しかったです。VR で見るとそのここの跡地だけではなくて建物があった場所とかも全部当時のように見えるので、すごく面白かったです。イベントは8月31日まで開催していて、クイズに全問正解すると道の駅桃山天下市にある鎮西町観光案内所で CG で再現された肥前名古屋城の天守閣を見ることができる AR カードや、道の駅桃山天下市で使用できるクーポン券と交換することができます。またこの日は関連イベントとして腰につけた紙風船をスポンジの刀で割る侍合戦も開催していて、およそ130人の小学生が関東軍や中京軍、関西軍、唐津軍の4軍に分かれ、天下統一を目指す熱い戦いを楽しんでいました。日赤病院入り口長谷交差点から渡田本村交差点を結ぶ市道長谷本村線の工事が完了し、全線開通となった7月30日は開通式を行いました。式の中で峰達郎唐津市長は、地域の皆さんが安全で快適な生活道路として利用してもらえることを大変喜ばしく感じると挨拶しました。このあと関係者でテープカットを行い、市道長谷本村線の開通を祝いました。どうぞ。ありがとうございました。平成30年から整備を開始した
唐津赤十字病院から渡田本村交差点までの550メートルは清和小学校の通学路としても利用されているため、歩道を 2.5 メートルに広くしたほか、唐津赤十字病院まで直接アクセスできるようになったことから、利便性の向上が期待されています。平成29年には長谷交差点から唐津赤十字病院までの通行を開始していて、この日市道長谷本村線の全線が開通となりました。鏡神社の名護司祭が7月30日行われ、参拝客が無病息災を願いました。鏡神社の名護司祭は罪や汚れを払い、これから半年間を無病息災で過ごせるようにとの思いから、この時期に行われているものです。来場者は茅の輪をくぐり、自身や家族の健康などを祈っていました。このあと唐津ひょっとこ隊によるユーモラスな踊りや力強い和太鼓演奏が披露され、イベントを盛り上げていました。また辺りが暗くなると境内に多くの灯明が灯される中、奉納ライブが行われ、訪れた人たちは心地よい音楽に耳を傾けながら夏の夜のひとときを楽しんでいる様子でした。人権・童話対策課からのお知らせです。8月は童話問題啓発協調月間です。心豊かな生活を送るため、すべての人が個人として尊重される、差別のない明るい社会を築けるよう、この機会に童話問題や人権問題について考えてみませんか。童話問題啓発協調月間行事として講演会を開催します。講師に北口末広さんをお迎えして、差別をなくす社会システムについて、ブラック差別解消法と私たちの課題というテーマでお話ししていただきます。開催日は8月26日金曜日午後1時開場、午後1時30分開演となっています。場所は大内交流文化センター文化ホールサライです。講演会の前に令和4年度の人権標語と人権ポスターの優秀作品表彰式を行います。入場は無料です。手話通訳、要約筆記がつきます。観覧希望者は8月12日金曜日までに、人権童話対策課に事前申し込み書の提出をお願いします。事前申し込み書は市役所本庁の人権童話対策課と各市民センター総務福祉課に準備しています。観覧希望者は一時保育も利用ができます。生後3ヶ月から未就学児までのお子さんが対象です。利用希望者は8月12日金曜日までに、人権童話対策課に電話で事前の申し込みをお願いします。このほか、童話問題啓発パネル展と令和4年度人権標語・人権ポスター優秀作品展を開催します。唐津会場は8月1日月曜日から8月25日木曜日まで、市役所新庁舎玄関ホールで展示します。
おうち会場は8月26日金曜日から8月31日水曜日まで大内交流文化センターで展示します。童話問題講演会や童話問題啓発パネル展などについて詳しくは人権童話対策課電話 72-9125 までお問い合わせください。また8月26日金曜日から9月1日木曜日までは全国一斉子ども110番の強化月間です。いじめや虐待など子どもの人権についての相談は法務局職員や人権擁護委員が応じます。期間中は専用電話の相談時間を延長し、平日は午前8時30分から午後7時まで、土日は午前10時から午後5時まで受け付けます。相談は専用電話 0120-007-110 までお願いします。相談は無料で秘密は固く守られます。気軽に相談してください。童話問題啓発協調月間を通して童話問題をはじめとするさまざまな人権問題について考えてみましょう。以上、人権童話対策課からのお知らせでした。県内の消防団員がポンプ操法の技術を競う第37回佐賀県消防操法大会が7月31日佐賀市の佐賀県消防学校で開かれ、松浦地区の代表として唐津市消防団肥前支団が出場しました。佐賀県消防操法大会は消防技術の向上を図ることで地域防災体制の強化につなげようと開催されているもので、新型コロナの影響により3年ぶりの開催となりました。大会には佐城地区や松浦地区、三新地区、紀藤地区の代表4チームが出場しました。松浦地区の代表として出場した唐津市消防団肥前支団は4月中旬から週3回ポンプ車操法の訓練を重ねてきました。出場した選手たちは指揮者の号令に合わせ機敏な動作でホースをつなぎ、下点までホースを延長する技術を披露しました。大会の結果、ポンプ車操法の部では三新地区の鳥栖市消防団が見事優勝を果たし、全国大会への切符を手にしました。また捜査員別では、指揮者の部において肥前支団の石橋大輝選手が優秀選手賞を受賞しました。今後も訓練の成果を地域の消防防災活動に役立てていきます。峰達郎唐津市長が地域のさまざまな課題や市民の意見を直接聞くふれあい市長室を8月1日旧良木市民センターで開きました。今年度初めての開催となったこの日は、旧良木地区の行政連絡員などが峰市長と懇談しました。参加者からは老朽化している市営住宅について、壁にひびが入ったり床が腐食したりしているのでどうにかしてもらえないかといった意見や、若い人が地域に定住する環境を整えるためにも旧良木工業団地への企業誘致を進めてもらいたいなどの意見が出されました。次回のふれあい市長室は10月17日月曜日に大内市民センターで開催する予定です。
今待っちょった。ベリベリ西宮ハイスカタやるぜ。肥前、鎮西、呼子地区の小中学校をはじめ、市内24校に給食を届ける新しい給食センターの建設を前に、8月2日は関係者が安全祈願祭を執り行いました。祈願祭には、峰達郎唐津市長や、笹山重成唐津市議会議長、工事関係者などおよそ50人が参列し、工事の安全を祈願しました。神事の後、峰市長が、次世代を担う子どもたちに安全安心でおいしい学校給食を提供し、健康の増進や食育の推進を図っていきたいと挨拶しました。新しく建設する給食センターは、老朽化した肥前、鎮西、呼子地区の3つの給食センターと自校方式の給食室を統合するもので、最大6000食の調理機能を備えます。施設は鉄骨造り2階建てで、延べ床面積がおよそ3170平方メートル、総事業費はおよそ31億円で、令和5年9月から稼働する予定です。今年度2回目となる児童生徒の学力向上に取り組む唐津市学力向上研究会を8月3日、和多田大通の文化体育館で開きました。研究会には、小中学校で学力向上のための授業改善などに取り組んでいる教諭、およそ200人が参加しました。はじめに、栗原則康教育長が、今日の研究会を通してより良い授業改善につなげていきましょうと挨拶しました。研究会では事例発表と有識者を講師に招いた講演会を行いました。
このうち事例発表では、前年度研究指定校として活動してきた佐志小学校と佐志中学校がそれぞれ発表しました。佐志小学校では、持続可能な社会の作り手となるたくましい児童の育成を学校目標に定め、児童がクラスメートとの対話を通して深い学びにつながるようにワークシートを工夫したりしながら授業改善を行ってきたことなどを発表しました。市では今年度から新たに個別最適な学びと共同的な学びの推進を掲げ、6カ年計画で全市統一的な学力と授業力の向上に取り組むことにしていて、次回は研究指定校で公開授業を予定しています。唐津市消費生活センターでは消費者相談を受け付けています。今回は現在寄せられている相談の事例を紹介します。老人ホームの入居権を代わりに申し込んでという劇場型勧誘の電話トラブルが増えています。具体的には、市内に老人ホームの建設が予定されている、入居権利は市内に住む70歳以上の女性に限定されている、他県に住んでいる高齢者のために名義を貸してほしいと言われ、人助けになるのであればと申し出に応じた。すると、入居申し込みをするため権利金を支払ってほしいと要求されたというものです。名義を貸すだけなどと説明があっても、後からさまざまな口実で金銭を要求されます。また、一度お金を払ってしまうと次々に請求されることが多く、支払ったお金を取り戻すことは極めて困難です。不審な電話は相手にせず、すぐに電話を切ってください。心配なときは消費生活センターに相談してください。思いがけないことが起きたときは、まず深呼吸。5つ数えて対応してください。旅客船での火災を想定した救助訓練を、7月29日、唐津海上保安部と唐津市消防本部が合同で行いました。この訓練は、唐津海上保安部が唐津市と交わしている包括連携協定に基づき、旅客船での事故や乗客の救助に関して、唐津市消防本部との連携を確認しようと行ったものです。訓練は、航行中の旅客船で火災が発生した想定で行われました。旅客船は航行不能となり、船内には煙を吸い込んだ乗客が体調不良を訴えていたことから、海上保安部の巡視艇が旅客船に近づき、唐津市消防本部の職員と協力しながら、乗客を病院まで搬送する手順を確認しました。引き続き海上保安庁では、皆様の安全安心のために、まず関係機関との連携を深め、訓練を繰り返して迅速かつ安全に皆様を救助できるような体制を、万全の体制を整えてきてまいりたいと思います。来週放送する番組のご案内です。8日から14日までの特集番組は、唐津市男女共同参画劇場これって愛情 DV 編を放送します。 DV 被害の事例や
相談窓口などをご紹介します。放送開始時間は午後1時30分午後8時30分です。8日から14日までの特集番組の再放送は、鏡山小学校の教育講演会、叱らない子育て、親子の自己肯定感を育むを放送します。講師はライフコーチの三橋明子さんです。放送開始時間は午前9時30分深夜1時30分です。8日から14日までの各課からのお知らせは、唐津市職員募集動画を放送します。新規採用職員の仕事をイメージしていただくため、今年度の採用職員3人に密着しました。放送開始時間は午前6時30分午前8時30分午前11時30分午後5時30分午後6時30分午後11時30分です。チャンネル唐津のデータ放送では、緊急時の情報や暮らしに役立つ情報に加え、河川ライブカメラを見ることができます。リモコンの D ボタンを押していただくと画面が切り替わります。矢印ボタンで上下に動かし、河川ライブカメラで決定ボタンを押すことで、河川の静止画像を見ることができます。大雨時の情報としてご利用ください。